おお、伊豆木選手、はい、この間ね、はい、俺エピックフラッシュを売ってん、はい、売って、はい、もう全然違うなと思ってんけど、今ちょっとローグ使ってるやんか、はい、今ちょっとここになエピックフラッシュを使って生きてるやつ一人おんねん切ってはない、生きてないでちょっと貸してもらおうかなと思うけど、スペックはスペック、これ黒影 XD の 7X です。 7X 打てる？はい、ちょっと女の子厳しいんじゃないですかこれは。さすがこれでもどうやろ、 7X ですよ、 7X 一般の人でもなかなか難しい、はい、まあ、やっぱ重いし硬いなと思います、うん、振ってて。なるほど、はい、じゃあちょっと見届けてもらおうか。はい、はい、まあ一応うちではプレデターで通ってるからな。よいしょ。いやそもそも結構なんていうんですかね、 X は例えばヘッドスピードが48以上ないと振れないとか、うん、そういうようなイメージがあるんですけど、うん、多分ヘッドスピードは41ぐらいやね。よいしょ、よいしょ、よいしょ、これどう？フラッシュどう？なんかめっちゃ飛んでくるこいつやっぱテイスティングあかんな、そのコメントあかんな、え、なんか飛んでいくさあ飛んでいくわな、なんていうの、こうポーンってこのままポーンって飛んでいくから全然やな、なんかあんまスピンかかってない。あー、もう言い直してもあかんね、コメント力ないっていうことだナイスショー。まあでも 7X って言っても別にこうなんていうの、振り回すわけじゃないからぶったたくから、とこれさもうちょい行ってるかな、なんか転がりそうな、もうちょっと、うんうんうん、僕ちょっと個人的には転がらない球を結構打ってしまってるんで、これだったらもっと転がりそう。でもあるよな、これ確かに今エピックフラッシュほんまに初めて打ってんの見てて思うけど、球ほんまなんていうの、初速速いな見てて、はい、ほんまに感覚的にはあっという間になんか向こうの壁っていう。もうローグサブゼロとエピクラッシュサブゼロで知らせたら、うん、大体位置は違ったんでしょ。それはそうやな、はい、確かに俺あんまり期待してなかったんけどえ、またエピックっていう名前使うのってみたいな感じで、そうやけど、これ僕喋ってもいいですか？喋っても大丈夫ですか？いやいや、喋ってもいいですか？全然いいよ。ちょっと僕それで言うとローグのサブゼロってすごい完成度だったと思うんですよ。おおおおお、何一つ個人的には文句ない、素晴らしいドライバー打感よし、捕まりも結構いいし、まあ、飛ぶし、これは止められへんやろっていう僕のイメージだったんですよ。おい、これさ、じゃあさ、これサブゼロやったらこれカチャカチャでできるんやったっけ？できます。ほんならちょっと今フラッシュをちょっと自分のあれに装着してみ。はい、よし、ごう、
めっちゃ飛ぶなこれ、やっぱり、はい、さっき一ちゃんがそのローグで売ってるのを見ましたけど、うん、こっちの方が全然速いです。そうやな、はい、これみんなこれカメラ音も入ってるかもわからないけど、音もちょっとこう熱い音するよね、はい、僕のイメージなんですけど、うん、ローグのサブゼロって結構音にばらつきがあって、うん、いいショットした時って結構こういうこれに近いというか、うん、結構高い音が出るイメージなんですけど、ミスショットするとほんまにカツンみたいな、でそのカツンみたいな音がエピックのサブゼロだったんですよ。こうこうやってね、斜めに、そうやな、これミスショットしても結構いい音だし、いいのが出たらこのもめっちゃいい音、そうやな、さらに一つ高いというか、ここでレッスンするとかめてみ、はい、ここで叩こうとするときにこう出てるから、ここでここでこういって反動でここでクッと握ったら勝手に出るから、自分で出しに行くと体開いてます。もうちょい、ああフィニッシュもやっぱりこうここでこれパーンって打ってこういう余りがあったからビタッて止まらない。そう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 、そう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 、そう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 、下も打ちにくいよ。そう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 、うわー、いやこれ飛ぶわマジで、さあ宮下さん、さあラスト、おお、一応あの緑のもう一つ上まで行ってるな、よし